Zara, Zara Lighting up the world, we stand as one Zara, Zara Changing lives In the heart of the night, we ignite the lights Arise, calling, hear the thunder, feel the might Together we rise in the challenges we try Turning dreams into reality, we're alive Zara, we're the movement, we are the Zero, we unite oh. through the highs and lows. Lose. We ride, ride. Zero with us, feel the pride. Every face, right. every voice, and Zero finds a choice. choice. In unity, we find strength. In action, rejoice. rejoice. We're the wave of change. Yeah. The future is bright. bright. With Zara's flames, we light up the night. Yeah. Zara ありがとうございます。私の方からも皆さんに改めまして、えー、ようこそとご挨拶したいと思います。非常に世界中で非常に大きなこのうねりを生み出してきたものでのがジェラであります。これは私たち誰もが想像するよりも非常に大きなものになったと思っております。えー、この いろいろテストプロバイダーといたしましていろいろなことを予想しながら準備してまいりましたけれども本当にここまで大きくなったは私たちの想像を上回っていると思います。2月の15日2024年2月の15日でありますけれども今日,の今日は第2部があります第1部につきまして、ね、第2つのセクションがありますけれどもこの皆さん時差がありますので第2部も設けております。 今日この時間につきましてはまだ日中だという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか朝の方もいらっしゃるかと思いますしかしそういったさまざまなあまり都合の良しくない時間帯の方もいらっしゃると思いますけれども数千人の方がすでに集まっていらっしゃいます本当に、えー、感銘を持って、えー、感銘しております、えー、お礼を申し上げますでは次進んでいきますけど、いきて進んでいきたいと思いますけれどもその前にまず、えー、こちらのディスクレームーについて触れていきたいと思います こちらの、こちらの、その、あこういった形でしっかりとお示していかなければいけません。私たちは、このビジネスとして、コミュニティとして、これからも大きなものを構築したいと考えております。えみなが これは私にとっても正しいことなんですけどもね、まあ、こういったもの、これまでにも誰もが見たことがないようなものを構築していきたいと思います。本当にできるだけ高,い高みに上っていきたいと考えております。はい、ですから、新しいスタンドということになります。これは全体の業界に対して下です私たちの、えー、ビジョンは非常にクリアなものっています。 これはフレーズだけということではありません実際にこのような形で始まっているということですえさらに深く見たいという方もいらっしゃると思いますどのように行うのかどのように理解するのかということですえそしてもちろんえこのプランというものが大きく必要になってきますのでより良い状況でえこのファイナンシャル的な自由を手にするということになりますえそして本当の潜在的な可能性としてこれが可能できるということなんです えーえー、こん今回、このに参加していただいている人というのは、あこのこれから何ヶ月、うまあ、何年間というふうなことをかけて、皆様がハッピーになっていくということになります。えー、これは以前、このようなスケールで始めた会社というのは、これまで歴史上なかったと思います。えー、それでは、サポートとして、 えこのを購入していくという力らどうしていくかということになります。えー、これが皆様にとって非常に重要なものになります。皆様理解していると思いますけれども、世界は変わってきています。ですから、えー、このより良い世界になっていくということです。そして人々がソリューションを探しております。えー、このスーパーマーケット、 ともしくで、えーまあ、食品や、えー、食べ物を、えーまあ、10年前15年前だったらこれ探し求めていたわけですよね、えー、ですからこのようにして購入していく力というのは、えー、これから変わってきているわけですソリューション本当のソリューションというものがあります それには潜在的なやり方が何百万人のユーザーの方々にあり、そして物事をよりよく変えていくことができます。そしてさらに自分たちのアセットに関して管理をしていくコントロールを持っていくということになります。より 人々が理解しようとしていくそして自分たちでこれを一つの統一化したものとして行っていくということなんですそしてそれにすでにソリューションはありますそして皆さんがこれを理解し前へ進んでいくということになりますそしてこれがセカンドインカムその別の収入としてやっていくそしていい生活をするために 自分たちの家族のため、子供のために対して、まあ、いい学校に活性すとか、より良い生活を送るためのソリューションになるんです。これが本当のソリューションです。これが何が出会っていくのか、ビジョンというのが重要です。これがナンバーワンです。 この業界で何をすることができるのか、そして正しいセッティング、正しい人々と一緒にやっていくということが強くなっていくのです。そしてこの業界で今までこれをやったことがないことです。コミュニティはもうすでに220万人の人々が入っています。私たちは本当にすごく速いスピードで大きくなってきています。 えですから、多くの方が理解をしているとは思うんですけれども、こういった方向でやり続けていかなければなりません。えー、つまり、私たちはこれを構築していく、そして、えー、正しいやり方で正しい方向性をやっていく。えー、このゼラのオフィスはドバイにあります。えー、こちら、素晴らしい。 えー、ロケーションにありまして、1500スクエアメーターのオフィス、えー、とミーティングルームがあります、えー。ドバにいらっしゃったらいつでも寄ってください。コーヒーを飲んだり、ま、何かお話をするということで、ぜひ読んで、えーえー、寄っていただけたらというふうに思います、えーえー。このゼラのコミュニティのオフィスになります。 この1500スコアメーターの広さがありますのでこれがまあお,おそらくそ狭く小さくなるのではないかと思いますえ皆さまぜひ来てみてくださいえそして実際に話をしていただけたらと思いますそしてどういったレベルがまでが出来上がり遂げたかということを確認していただけたらと思います なぜこのゼラがナンバーワンになるような、このマーケットセクターでの潜在能力があったのかということを言うと、これは一つソリューションとかいうことがあります。そしてさらに、これはブロックチェーン、そしてトーカニゼーションが今世紀で非常に実際にこのソリューションとして人々のために構築していけることができる。そしてダイレクトセールとして行うことができるからということです。 これらすべてを結合させると、もちろんこれらには制限がもうありません。重要なこととして、これを皆さんに理解していただけたらと思います。そしてもう一つの理由として重要なこととしては、サービスプロバイダーがあります。レイヤーク。これは 本当に革新的な360度のエコシステムであります。完全に分散化されたブロックチェーンであります。これは既にアクティベイトを今年の終わりにはされておりまして、本当に分散化したやり方でのプラットフォームということになりまして、これはこの今世紀で初めてのことではないかというふうにして思います。 素晴らしいソリューションをシングルサインでのソリューションであります。何百万の方々がこういったソリューションを、えー、実際に使うことができるものがあります。そしてさらに、えーこ,のえー、この最初のクリプトネイティブデジタルバンクのうちの一つがこの NEO ワンになります、えー。そしてこれはもう 何百,万何百万もの人たちが、えー、興味を持ってオフをするということになります、えー。これはサービスプロバイダーとして、インダストリーのマーケットプレイスとして、えー、さらに強固性を持った形で、ゼ、え、ラ、ー、は将来を見たやり方でのプロダクトということになります。えー、これを 伝統的なファイナンシャルワールドから新しい技術のブロックチェーンのクリプトソリューションへと発信をかけるものとなります。えー、この潜在的、潜在性としてはもう制限がないというものになります。そして3つ目ですけども、これはもうすでに話がされていますけれども、どういうふうに言いましょうでしょうか。 これまでにないようなこのクワントワイズです。これは人工知能を作りました、使いましたソフトウェアになります。ソフトウェアが本当に驚くべきことをするべきです。すべてのことを一緒にします。メインとなるサービスプロバイダーになるわけですけれども、革新的なものであります。これも入ってきます。これは 物理的なオフィスがドバイにありますが、デジタル化もされております。そのプラットフォームもあります。これはシングルサインのソリューションで、このプラットフォームを使い、ゼーラや k イマルキーメンティングレイヤックジャーニーブリッジなど、さまざまなものが、この一つの素晴らしいプラットフォームで使うことができるんです。ですから、このインフラは広がっております。永久的に広がっているのです。それが非常に興味深い形となっています。そして最初にも申し上げましたけど、この歴史的なことといたして、私たちが皆様と既に祝っているものではありますけども、この k モールが、 オペレーショナルスタートとしてゼラで行います。多くの人たちがこれを待っていました。この数週間、まだかというような形で待っていらっしゃったと思いますけれども、これが始まるわけですね。えそして追加して、本当にマッシブな大きなえプラットフォームのメンバーシップが、ええこのオープンいたします。 それをするのはフリーインセンティブが必要になるわけですね。まず、プラットフォームのメーバーシップは39ユーロ、それからライセンスのアクティベートのものとして110ユーロが必要になります。そして、ストラクチャーの CL5 がありまして、これがベーストオークになりますけれども、これは労働220ユーロまで可能になりまして、これをすることによって、ミンティングのリワードを行うことが可能になるわけです。最初の1万人のユーザーが、このフリーインセンティブが得られることになります。ですから、これを見逃さないようにしていただけたらと思います。 え前回ですね、えー、このどれぐらいまでのインセンティブがっていうふうな話があったかと思うんですけれども、はいえー、これ見逃さないでください。では、この可能性として皆様が、 ミンティングリワードを非常にシンプルなやり方でありますので、インセンティブ、またライセンス、えー、そして独特のマーケット、えー、そしてそれをエクスチェンジする、えー、そしてもうすでに上場されているものもございます。えー、チョイスがあります。えー、そして、このトークンが皆さんのマシーンでライセンス化することが可能です。 そうすることによってミンティングを楽しむことができる。非常にシンプルなんですね。フリーライセンスだということだけではありません。これはもちろんトークンリンキングをご自身のソフトウェアのライセンスで追加してミンティングリボードを得ることができます。これは非常にリワードを得られるものということになります。では、k m ー l ですけども。 えー、これはまさにスタートを行います、えー。どのようにして行うのか、どのようにして来られるのかということをケモールで、えー、最初に皆様に見ていただいて確認をしていただけたらというふうにして思います。 皆様がこのようなやり方でやりたかったというふうなものです。非常にシンプルだ、素晴らしいものになります。ユーザビリティ、使い勝手が非常にいい、使いやすいものになっています。このサービス、プロダクションをソリューションとして紹介し、皆様が使えるようにしています。k m ー l は本日、今夜、ドバイタイムで今夜ということになりますけれども、 その時間からアクティベーションがテクニカルに始まります。本日からになります。そしてそれが始まりましたら、e x c e l を使って、ゼラを使ってコミュニケーションが始まっていくということになります。ですから、ぜひインセンティブを得てくださったらというふうにして思います。そして実際に素晴らしいこの基盤を 始めていいたただきたいと思います、えー、それでは次に、えー、私が非常にいい尊敬している人に、えー、マイクを渡したいと思います。本当に素晴らしいです、えー。どのようにしてこれをやってきたのかというのを説明すると、どれぐらいの努力を彼らが えー、し,してきたのか、えー、そして、このソフトウェアがどういったことができるのかということです。えー、それでは、今度だけの努力を払ったことは本当に素晴らしいと思います、えー。一緒にやってきたチームももちろん、そして何年もやってきた方々もう本当に、えー、素晴らしい成功を収めています。この3年間で特に、 えー、これだけのサービスプロバイダーとなったことにはハッピーに思います。では、ゼラです。えー、では、ニコラ・シンダッコ、ク u ン n t イズの CEO を呼びたいと思います。どうぞ。えー、こんにちは。見えますかちょっとお待ちください。はい、ありがとうございます。 皆さん、こんにちは。そして、このような形でお話をさせていただきます機会を頂戴したこと、本当に私が情熱を持っているこのプロジェクトに対しまして、お話をする機会を頂戴したことを申し上げます。クワントワイズというのは、私たちが期待していたことの答えだと思います。私だけではなく、友人たちが期待をしていた答えだと思っております。私たちが持っていた問い、それはなぜ皆がトレーディングで成功できないのか。 実際にトレーディングというのがやっていて、そしてお金を失って,失っている人どれぐらいいたのか考えてみてください。クリプトをやって、そしてトレーディングをしてお金を失ってしまっている人が非常に多くいると思います。しかし私たちはこのブーラウンをずっと渡り歩いてきた非常に幸運な1人の人間なんですけども、これが他の人にも波及できないものかと考えてきたわけなんです。そそういったたところからアアイデがきましたそれは実際の 問題は一体何なのか、私たちが解決すべき問題何なのかということだったんです。多くの人々が実際のところ、十分な時間を持っていないんです。学ぶ時間、準備をする時間、あるいは深掘りをしていく時間がなかったんです。そしてまたそこには感情というものが入ってまいります。 世界中のトレーダー、トップトレーダーに抜きましても感情が入り込んでしまいますと、そこで失敗してしまうんです。そこでアイデアが生まれてきました。クワントワイズは一体どういったものなんでしょうか。クワントワイズというのは、はい、ありがとうございます。こちらですけれどもクライ、クワントワイズというのは、クリプトを学ぶ、そしてこのコピーのトレーディングのプラットフォームになってまいります。 これも本当に基本的なものだと思っています。とても大事だと思っています。両方とも大事なものだと思います。この学びの方なんですけども、私たちには200時間以上のビデオを用意しております。これを見て、そして深く学ぶことができます。自分たち自身の知識を高めることができるんです。しかし、ランダムなビデオばかりではありません。この厳選されたビデオになっています。実際それを見て、 自分自身のトレーニングの経験において必要なことを学ぶことができる、それと同時に、フルの情報が提供されています。例えばクリプトインサイト、これ、プラットフォーム上で学ぶことができると思います。また、新しいカレンチ、通貨のアップデート、そして長期にわたりますリコメンデーションとしまして、こういった非常に多くの情報があるんですけども、これらを抽出し、そして私たちがレポートとしてまとめてまいりました。 例えばトークンセンチネルというものがありますけれどもこれはクワントワイズの学び,学びの能力におけます魔法のこの秘密の要素なんですけれども例えば30倍40倍50倍のトークンと言ってますけれどもモニタリングすべきそういったトークンそして自分たちのレーダーの中に入れなきゃいなければないものがあると思いますそれと同時にアセットのという要素もありますつまり 例えば、投句だとか、また、行為を自分たちのポートフォリオとして抑えていくべきところがしっかりと押さえられているのが、こう、レポートになるんです。これは AI が作ったものなんです。これは人が作ったものではありません。ちょっと考えてみてください。私たちは AI に対して投資を行うことを決めてまいりました。と言いますのも AI ができること、数秒間でできること、これを人がやってきましたら、例えば大学で大学院を卒業していなければできないようなものだと思います。そういった非常に複雑な知識でもあるわけなんです。コンピューターの力を借りて演算能力を使って私たちのプラットフォーム上でこのように。 テスラでして、ね、エンディビディアの A10040、まあ、ギガのギガパーセカンドのこの演算能力を持っておりますので私たちはデータをかだとかさまざまな情報すべてを収集していてそしてこれを解読していってそれをし もういろんなこのランダムに集中してきた情報というのを入れていくんですね。そうすると AI がそれを咀嚼していってアルゴリズムを使ってえいるわけなんですね。 この投資銀行などにおけますこの戦略室などで使われているような AI 能力なんですけれどもそれを持つようしてますマスタートレーダーですとかまた博士号を持っているような専門家がやってるようなことをやってるんですね例えばこの宇宙物理学のし この大学院の修士号を持っているような人々が使っているような能力を私たちはこの AI を持って使うことによって活用することができるわけなんですこういった種類の情報知識が皆さんが活用できるこの99%まで分散化することができるんですトップトレーダーですとかお金を持っている富裕層だけが活用できるのではなく 99%の世界中の人々が活用できるようになってまいりました。グローバルニュース、またトレーディングのアップデート、こういった最も優れた情報というのが、ことが抽出されていて、そして市場のマインドだとか、またこのトークンの価値だとか、そういったこともすべて皆さんが必要とするものに抽出して、凝縮して提供することができるわけなんです。 この教授レベルの人々がやらなければ関わってこないとできないようなことを私たちはこの AI を活用して皆さんのために必要な情報を収集する方、抽出提供することができるようになってきたわけなんです次の話をしていきたいのがクリプト GPT です次のスライドお願いしますクリプト GTP なんですがこれを活用することによりまして AI パワーのの BOT を活用することができません そうするとトレーディングがとても簡単になってくるんです。トレーディング、まだ慣れていない人においてもやりやすくなってまいります。もちろん、この戦略は必要になってきます。また後で結果について少し見せていきたいと思いますけれども、この戦略をいく分両立することによって、例えばコピーをすることができるんですね。こういった戦略は AI を活用した戦略なんです。AI をベースにした戦略なんです。これはブーツと言っています。 これは BTC の USDT のペアなんですけども、これはロングとショート。 つまりり売買いですね。でこれ両方ともありますけどもこの AI を活用していきますと例えば市場心理をベースにしていきましてさまざまなそして分析の情報を活用していって、まあ、つまりこの数学学ですとかファイナンスですとか、まあ、そういった社会工学ですとかいろんなこの専門知識だとか専門分野についての知識がなければできないようなことをですね すべての情報を集結して解析するのはこれぐらいの専門,専門知識が必要なんですけども AI を活用してきましたら数秒間で活用これを咀嚼することができるんです市場の心理は一体どういったものなのかまたナラティブはどういったものなのかつまり市場を突き動かしている今の背景であるストーリーはどういったものなのか把握することができるわけなんですまたブルランもだからどういったものなのかあるいは 例えば、このシットコインの,この投資だとかレバレッジについてお話をするともありませんけれども、この昨年ですね、e s d t のペアについてあった結果についてお話をしていきたいと思います。こ、ま、こ、あ、こちらでですけれども本当にここで これをしっかりと世界中に示していきたいと考えています。このトレーディングの結果なんですけども、次のスライドでご紹介しますが、これは本当に私にとりまして、基本的なものだと思っております。で、これは本当に小さいものが見えるかもしれませんけども、少し付き合ってください。これを見ていただきますと、左の方からですね。 4つ目の4行目のものがあると思いますけども、これは実際に投資額なんです。これは100万ドルのレベルであります。この100万ドルをですね、投資をしようと決めてきました。で、これ、グラフを見ていただきたいんですけども、グラフを見ていただきますと、これ、急速に右肩上がりで数字が伸びていることがわかります。で、これが投資の日。これは2022年の10月でした。総額が うまく読めないかもしれませんけども、まあ、基本的には100万ドル =5000 だったんですけどもしかし、まあ、昨日と今日の間の深夜0時の時点でどれぐらいの結果になっていたかなんですけどもそこまでを得ておりますけどもこれは私たちの。 USDT と BTC のペアでのあの投資を行っていたトレーディングをしていった結果なんですこれ AI の活用したアルゴリズムを用いることによってここまで来たわけなんですね他にも戦略があります二つ目の戦略につきましてまたこれはホドルというものなんですけれども話をしていきたいと思いますこれは長期的な長期の戦略になってまいりますと言いますのもここでは例えば この,ブル,のブルからブルのサイクル、例えば4年間の大体サイクルで一巡するものだと思いますけれども、これはもちろんビットコインの言語できますとね、あのまあ大きなブルサイクルであれば4年間ぐらいというのかもしれませんけれども、まあ、いずれにしましても、ここでお話をしたかったこと、まあ、これ、メッセージだと考えてください、そこ、こういったところから抽出性で出すメッセージとしましては、これはトレーディングがシンプルになるということなんです。 テクノロジーをよくしなくなても大丈夫です。クリプトについて深い知識がなければなくても大丈夫なんです。トレーニングの経験としまして数分間の経験があればいいんです。私たちにはフルでアカデミーも提供しております。これは学習のプラットフォームでもあるからなんです。しかしながら同時に皆さんがこれが素晴らしいと、このアレルゴリズムは。 実際に良い結果を出しているじゃないか、自分たちもこのアルゴリズムを追従していきたいということであれば、この戦略をコピーして、そして皆さんのリスクプラフェレンス、リスク、えーえー、このアピタイト、プレファレンスに合わせて活用してくださればいいんです。すでに これまでも世界中で多くの人々がコインビートトレーニングですとかまたその他の戦略についての話をしておりますけれども実際のこの戦略の結果を見せていきますとこうなるわけなんです。AI ネイティブでやってきたものは他にはいないんですよ。AI ネイティブになることによって違いが生まれるんです。 確かに私たちも時間をかけてまいりました,完璧,た完璧なものを作りたいと考えてきましたから、まあ、これまでもさまざまなプロセッサーを使っていってやってまいりましたでも数字はもう否定することができないところまで到達したと思っております次のスライドお願いしますでこちらの優れたところなんですけどまた後でお話をしてまいりますけどもこれもやはり4倍の GPT を紹介していたと思います。あフォーレックスの G. P. T. を紹介していたと思います。で、これはクリプト世界のクリプト G. T. P. が。あります。どもう一つフォーレックスの、つまり為替の G. P. T. の方についても。あの、アクティベートしてまいりました。 ぜひともこれからも継続的に着目してもらいたいと思います次のスライドお願いしますでこちらですけれどもでどうすれば起動機能するのか、まあ、これ素晴らしいじゃないかと、まあ、本当にアカデミーもやってるしコピートレイリーもやってるし、まあ、すごいじゃないかというかもしれませんけど本当にシンプルなものなんですよ実はこれは五つの シンプルなステップで機能してまいります。まず、アカウントをアップドット、クワントワイズドット、AI で解説をします。それから KY、KYC を5分間だけなんですけども、5分間以内できます。KYC のプロセスをやっていただける。やっていただくそして、この USDT でお金をトップアップしてください。そして、 クアントバイズのライセンスを選んでください。そしてソフトウェアをつないでください。それだけなんです。こんなにシンプルなことなんです。次、皆さん、次のスライドお願いします。皆さんが考えていることはおそらく、いや、それは分かったと。でも、その早期に入ることによって、やることによって、どんなアドバンテージがあるのかということだと思うんです。まず最初に、 プラットフォームが実際どういった形で、えー、この収益を上げているのか私たちはサブスクリプションライセンスのサブスクリプションがありますそしてどのようなライセンスを選ぶのかによりまして例えば皆さんもしかすると特定のアルゴリズムを選ぶとしますねそしてこのアルゴリズムはある一定レベルの利益を生み出してくれますそれからパフォーマンスベースの フィーがあるわけなんですけどもこのフィーはこの毎,月の利益毎月の利益をベースにして生まれてきます次のスライドお願いしますこういったものなんですねハイウォーターマークというものです、まあ、基本的に何を言いたいかと言いますと私たちは皆さんのアカウントを保護しているんです、まあ、どうやってそれをやっているのかまず最初に100から始めるとしますそれから1ヶ月目にプロフィット150となるとします そうするとマイ、マイスリーの毎月のパフォーマンスフィードしまして、利益が生まれてきたから、それを払,す払うということになりますよね。でも、もしかすると、次の翌月には、このアカウントが下がるかもしれない。金額が下がるかもしれません。ただ、プロプロフィットのマーク、例えば1 5十を、を、を到達するまで、 でもそのパフフォーーーマンスにベースベのフィーを払う必要はなくなくっているんです要するに150に最初の月に到達していった次の月は150到達していけないその次も到達しないそういった状態であればフィーを払う必要はないということなんです150を超えるまで再度フィーを払う必要はありません。 ここで皆さんは、この99%、非常に99%の人を対象としたものを提供してきたと思っているんですねで。これは本当に魅力のあるものだと思います。と言いますのも、私たちのパフォーマンスフィーを皆さんの成功,成功をために投資,投資をしてるんです。皆さんが成功すれば私たちも成功するということです。えですから、クアントワイズがあるわけです。 で、言っていた通りなんですけれども、2つのメインとなる戦略があります、えー。これはアルゴリズムに乗ったものになります。AI のものになりますけれども、えー、BTC, UTDS, Line,、えー、ングショートということになります、えー。これはつまり何を言うかというと、毎回、えー ブリッシュになっているものをシェアリングするということになります。マーケットがいつブリッシュになっているかということです。これを予測するんですね。えー、そうすると、最大化して、えー、このマーケットに点を取ることができるということになります。えー、これは長期的な、えー、このサイクルがあったときに、 このアルゴリズムにのっとってこの利点を取ろうと思うとこの複合利息を取ることができるわけです。ある一定のところに関してご自身がより利益を取ることができます。こうすることによって でまあ、怖がる人もいるかと思いますが、くりの利子をつけていくことができるのです。今、まあ、多くの方が、まあ、仕事をして、えー、この AI が仕事を取っていくという利子を持っているかもしれません。えー、しかし、そうじゃなくて、AI にあなたの仕事をさせる、うん、そしてあなたは、えー、その利点を取るということなのです、えー。ですから、 この福売りの利子を取っていくということ、えー、これが重要なことになります。えー、では、あなたのファンズはどうなんでしょうか。えー、これはユニキャピトルです。えー、これはプライマリージョブ,ブローカーなんですけれども。 えー、このバイナスブローカーのリンクによって、あなたのアカウントが、えー、直接戦略を選択し、クワントワイズで提供させることができます。えー、つまり、ユニキャピトルが最初にあり、えー、そして、いけないことのライセンスからバイナンスになります。 グーグルをしていただいてユニキャピタルが何かということを見てください。これはドミニカ共和国のものになりますえ。これは皆様自身で確認していただけたらと思います。では続いて、どのようなパッケージがあるのかという話をしていきたいと思います。 プライスとパフォーマンス料金です。このスライドで見ることができます。3種類のライセンスがございます。このサブスクリプションによってどれぐらいを払うかが異なります。そして、後にパフォーマンスフィーに関わってきます。今、このフェーズは非常に重要なあローンチをしている、上昇している期間です。 ですから、最初の動きに皆様はかかっているわけです。ですから、皆様は利点を取らなきゃいけないわけですよね。私たちが決めたのは、この今まさにローンチする、上昇していくときだけのプロモーションを行うことにしました。では、このプロモーションは何かということなんですけども、えー、この39ユーロですけども、 前は49ユーロだったんですけども、39ユーロになりました。えー、これはいくつかのコインを、えー、このゼライのバックオフィスでより情報があります。えー、このトークンが この99ユーロに匹敵するものになります。でも、これ以上のものがあるわけです。何かというと、まず最初に、最初の1万ライセンスだけが、私たちがライフタイムでのライセンスにいたします。これは1年間のライセンスのコストです。でつまり、1万の最初のライセンスのみが、 1>, 1年間のライセンス料金で永久、えー、のライフタイムライセンスになるということなのです。これを聞いたらハッピーになりませんでしょうかそして次のスライドですかこれは本当にクレイジーなオファーになります。えー、これを、ほんま、正直に言って、えー、この初めてこのライブで 皆さんにオファーするものになります、えー。今週、本当に自分たちが考えてこうしようと思ったことなんです。これはエクスパートライセンスというところを見ていただきたいんですけども、1000人のサブスクライバーがライフタイムエクスパートとして このプロアニュアルを得ることができます。これはエキスパートアニュアルです。ですから、プロの料金で、プロの料金でエキスパートのライフタイムのプライスにが得られるということになります。ですから、えー 早起きは三問の何とかとかいうふうなことばがありますよね。えー、ですから、早く参加していただく方、えー、つまりこれは1000だけ、1000だけということになりますけれども、えー、これはプロと同じ1497ユーロで、えーライフ、プライスライフタイムうということになります。えー、このプロモーションで、皆様にとっては本当にエキサイティングであるんではないかと思います。 全体のこのプロジェクト、全体のクランタイズのがどういったものになるのか、えー。私たちはハッピーに、えー、皆様にお伝えしたいのが、最終的にこの製品が、この2月10日をもって、えー、私たちのプロダクトが使うこと、使えるようになります。 えー、そして Quantwise がライブになるのは2024年の3月からになります。いや皆様、本当にエキサイティックになっていただけたらと思います。皆様、ジョインに、ジョインしてください。この私たちと一緒にライブへと進んでいただけたらと思います。皆様、ありがとうございます。えー、私は本当に クワントワイズのより深いプレゼンテーションとしてえ皆様に本当に見ていただきたいと思っていますえ。この私たちの本当に重要なところがどういったものであるのかということ少なくとも実際に何が今起こっているのかということを分かっていただけたらと思います。え皆様と一緒に 長期的にできたらと思っています、えー。より良いトレーニングを受けていただけたらと思います。皆様、ありがとうございます。そして、えー、参加されている方によっては、実、え、際、ー、的にも大変な方もいらっしゃったと思いますけれども、ありがとうございます。えー、残りのこのプレゼンテーションを他の道路の方々からもすると思いますけれども、ありがとうございます。えー、ニコラ、えー、皆さん、理解していただけたらと思います。このソフトウェアについて。 えー、これは今まで見たことがないようなことものです、えー。この会議に参加されている方は皆様分かっていただいていると思いますけど、本当にすごいことなんです。本当に素晴らしいものです。重要なことは、えー、これが皆様にとって、本当のプラットフォームになるということを、えー、そして ZERA が提供するものというものがソフトウェアであるということなんです。 これはトレーディングではなくてソフトウェア自身を提供するということになるわけです。ですから皆様、誇りに持っていただけたらと思います。この美しさ、何が素晴らしいかというと、これはソフトウェアであり、これはプラットフェアが皆様からやりたいことができるようになるというプラットフェアです。この情報を持ってどこに行っても OK なわけです。私たちがいなければ、 できです私たちはこれはトレーダーっていうことではなくて、実際には AI のアルゴリズムとしてのソフトウェアをユーザーが自分自身でトレーダーをどのようにするかということを提供するものなのです。AI で生成されるものです。この AI が実際に表してトレーディングのオフィションを見せるわけです。 その戦略をコピーするかしないか、それは本当にどちらでもいいんですが、まあ、学習するということができます。そしてこの学習が本当の機会になるわけですね。このヘッジファウンドと一緒に仕事をする必要がないわけです。このトレンドとしては、これからこのトレーニングでのセクションで、このソフトウェアを使って、 成功できるものというものも非常にたくさんあると思います。ですから、ニコラ、ありがとうございます。えー、皆さんがこのプロダクトポートフォリオをゼラがどのように商法できるのかということを、えー、理解できし,でしていただいていると思います。本当に素晴らしい、えー。他のサービスプロバイダーの情熱というものもあると思います。ありがとうございます。ありがとうございます。 お時間をいただいてありがとうございます。私にとっては非常に意味のある日でした。えー、皆様に早くまたお会いできたらと思います、えー。また2回目の会議の方もあるので、後でまたお会いしましょう。ありがとうございます。ハッピートレーディングです。えー、それでは、えー、次のスピーカーに行きたいと思います。えー、非常に プロフェッショナルの方で尊敬している方ですコミュニティを構築されそして詳細を決めていただいていた人ですまた初めて a 子の何を彼が言っえるかということを細かく聞いてそして何を話しせるかということを感じていただけたと思います 技術的なことだけではありません。彼の経験、何をしているのか、この何年もかけての,この成功というものが非常に重要なことであります。では、彼が参加していてます。まあ、注意して聞いていただけたらと思います。なぜかというと、この世界に対して彼がやっていることを、これが成功という素晴らしい業績なのです。 それではヘッド・オブ・セール、ヘッド・オブ・セール、グローバルスになります。えではあ、リエゴ・エンドリッチさんです。えどうぞ。ありがとうございます、バーナさんえ。皆さんとまた今晩一緒に話をできることを嬉しく思います。美しい午後です。今、ゼラのオフィスにおります。えそして先月は、 私たちの新しい家とも言えるところで素晴らしい仕事をしています。本当に皆様のチーム、メンバー、スタッフから、またニコールのプレゼンテーションも素晴らしかったです。今、この携帯を持っています。そしてさまざまなメッセージがたくさん入ってきています。本当に多くの人たちがより理解を深めていただいていて、 私たちのゴールは、まず最初の1日目からグローバルなズームをし、そしてこの力、ゼラインターナショナルの力を理解していただきたいということなんです。これは単にプロダクトの話だけではないです。サービスのツールだけの話ではないんです。 実際にどのようにして使っていくのかということをゼランイターナショナルがビジョン、長期的なビジョンというものが私たちが提供できるものなんです。世界中の人々に対してです。えこれは素晴らしいものです。お願いしはい。えこの今、素晴らしいコミュニティをしています。 でコンプライアンスですとかまたこのコミュニティ人々世界中の人々に対しまして透明性を持ってやってまいりますそういった同時に人々が必要としているツールを提供していくまた本当に素晴らしい製品というものも強いものを持っておりますゼラにおきましてはそういった意味で本当に市場において差別化ができるようなツールがそ定いと考えておりますまたビジョンも優れたものがあります非常に素晴らしい人材が このビジョンの背景になります私たちはこれまで人々のために多くの仕事をやってまいりましたそれに感動を受けいるところでもありますまた背景で見ておりますと非常に多くの作業が行われてきた確かにこれまで私たち多くの仕事をしてまいりました当然私たち私としても知っているわけなんですしかしながら私たちが日々やっている仕事 全てのツール全てのものがきちんと備わっていてみんながら成功さまれるようにしているということそれを整えていくということそれを見ておりますと亀教えるところでありますいかにして人々がこのジャーニーに参加できるのかユーザーとなってアクセス・ドット・ IO にアクセスをしこれみんな多くの人々がシングルアクセスとしましても シングルアクセスで、すべてのプラットフォーム、コミュニティが提供しているものを活用することができる、コミュニティを楽しむことができる、製品を使うことができ、クワントワーズだとか、またミンティング、この IB ブリンギン,ン,ン,ングのミントコール、こういったものがすべて備わっていて使うことができる。 市場におきまして今私たちは最善の機会を提供していると考えています。これはもちろん、もちろんは非常に優れた製品もあります。これは市場においてベストなものだと思っていますけれども、市場の状況を考えておりますと、今、共通の心理があると思うんです。ゼラ・インターナショナルばかりではなく、私たちは この市場において求められている機会ともなっているチャンスともなっていると思うんです。私たちは。このコミュニティに対してコミュニティに参加することによりまして、えー、この業界が提供する中でもベストのコンペンセーションプランがあると享受できると言えると思います。もちろん、このゼロインターナショナルがコミュニティに対してこれ提供していることありますけれども、まあ、こちらあのインカムのディスクウェアムになってまいります。 もちろん、この成功ですとか収益が保障されているものではありません。これは個人個人の結果に紐づい,いるものでもあります。もちろん、お金というのはまあ金になっているものではありません。金の金のきなる木などはないわけなんです。でさらに、市場の状況によって影響を受けるものでもあります。また、クリプトカレンシー、暗号資産によって私たちは収益を上げているところでもあります。では、ここで少し一般的な このコンペンセーションプランについて説明していきたいと思います。これは2つの部分によって構成されてあります。最初のものがプロダクト、そして製品。えー、サービスの販売、そしてもう1つはこのアクティブのハードウェアのミンティングのセールスに関連するものであり、アクティブに変わっているのか関係関連しているものになります。 誰が製品を買っていって、そしてこれを使うことによって、コンペンセーションプランが、コンペンスプーションプランの中によって収益が上がってくる。そしてもう一つは、ランクががることによってボーナスが得られるというものなんです。つまりトークンをベースにしている。コミュニティ、世界中のコミュニティがにおける。 コミュニティのトークン皆さんだけの組織ではなく全てのこのコミュニティにおけるグロー世界中のこの組織がえこの接続をすることによってそしてまた活動をすることによって生まれていくものになりますえミンティングをすることにそのど,こどこまでミンティングがしているかによってそれをベースにして得られるものになりますでこういったものが こういったことを考えていきますと世界中のコミュニティが責任を持たなければいけないということなんです。ボーナスというのは自分自身のコミュニティチームばかりではなくこの世界中のこの組織コミュニティの健全性をベースにしてボーナスが得られるということなんです。しかしそれを実現するためにトレーニングを提供しておりますしまたコミュニティの構成にし コミュニティにおきまして、ことの形でボーナスが得られる,られるようなものを作り上げてきているわけなんです。ボーナスになりますけれども、最大15%ダイナミックユニレベルのボーナスとしまして、15のレベルのダイナミックコンプレッションをベースにして提供されてまいります。またターンオーバー、ランク、ボーナスとしまして2%、2そして XGI プールのボーナスもあります。さらにはこちらで、 コンペンセーションプランにつきましても、それに特化したトレーニングを提供してまいります。インフィニティーボーナス、ユニレベル。これは、これはストラクチャーといってもいいかもしれません。ユニレベルにおきましては15のレベルまである。そして、インフィニティーボーナスもありますし、私たちはインフィニティレベルを得ることができます。最大23%。 このキャリアのベプランをベースにして 23%, 23です。マッチングボーナスもあります。ハウスボーナスもあります。リトリートボーナスもあります。次のスライドお願いします。ここで簡単にダイレクトボーナスについて説明していきたいと思います。皆さんが例えば、皆さんのコミュニティを構築していく。そして、このゼラインターナショナルにおける このメンバーが活動的になっていくこの成功というのはスピードが必要ですスピード感を持ってやっていかなければいけないまたリボードでありますけども素早くスピーディーに行動を起こすことによって生まれて提供されて,い提供されてまいります例えば最初の30日間におきまして5人が私たちのポプロダクトのポートフォリオにおいて 達成していくとそうするとダイレクトボーナスとしまして10%ではなく15%まで提供されてまいります。最初の30日間におきましてこのつまりこのゼラのコミュニティにおきまして最初の30日間におきましてスピード感を持って製品について、えー、語っていくそして えー、この購入する、ライセンスを購入することによりまして、得られることができます。最初31区に来まして、ダイレクトボーナスとしまして15、15%です。誰かをコミュニティに紹介することによって、えー、この資格を得ることができます。ずっと得ることができます。これはとても大事なことなんです。 このビジネスプランをベースとして例えば誰かが参加をしていく、まあ、これはある意味必須になってきますよね例えば事業を開始していきますと例えば起業家になっていきますとまずこの起業をする前にあるいは起業した日にプランがなければいけないわけなんですそしてそのプランの中に最初の5人が15%インダイレクト あのダイレクトボーナスといって、えー、継続的に得られるようになっていくわけなんですダイレクトボーナスは継続的に得られるようになってくるとこれ次のものが私が一番好きなあーボーナスですこの業界で私は15年間ほど仕事をしてまいりましたその中で非常に多くの人に人々に出会ってまいりました会社を運営しているまた成功を 収めることができなかったそしてお金を失ってしまったそういった人々を見てまありましたと言いますのも財務上の知識がなかった従来のビジネスモデルだけしかしてなかったそれで悪いというわけではありません誰にでも起こ,りう起こりうることだと思いますしかしながらコンペンセーションプラインセラーインなーナショナルのコ,ミュニケコンペンセーションプランとしましてはまず資産の構築を 押して、そして安定が得られるようなことが可能になるようにしていますこれが私たちのコンペンセーションプランの良いところでもあるわけなんですけれどもこれまで皆さんのチームで構築してきたボリュームを失うことはありませんつまり言い方を変えていきますとこのランクに到達していくそして、えー、そうしますと250万ユーロのーハウスボーナスが得られます UAE で,得ら,れます UA、e、で得られます。そして、またエリートアンバサダーになってきますと、最低でも6000万の CP が得られる。また、この組織においては、コミッション可能なポイントというのは、これは蓄積できるんです。ずっと蓄積することができます。 積み上げることができます。プロとしてプロになっていきますと、このボーナスは必ず到達できるものなんです。UAE にえ住みたくないという方もいらっしゃるかもしれません。でも皆さんこちらの家にいらっしゃって準備をして、そしてえこの不動産を 賃貸に出すことだってできるわけなんですそうすると安定した収益が将来的に入ってくるわけですねこれは素晴らしいものだと思いますプランを設けていくと必ずこれは達成できるものなんですこのランクについては1,2,3,4,5,6,7年で、えー、達成できるかもしれません積み上げることが積み立て続くことがずっとできるわけですから、えー、次に入っていきたいと思います次にここで このハードウェアミンティングプロダクションに関連するに基づくボーダースになります。これはハードウェアというわけではなくてこれは責任にになります責任についてはだんだん触れていますけれどもやはりリーダーシップこの数年間振り返ってまいりますと少しこのリーダーシップという言葉が過度に使われすぎていたかもしれないと思います。 皆さんのチームの中で何人の人間が育成しているのかだけではないと思うんですリーダーシップというのはリーダーシップというのは責任が伴ってきます皆さんのプロジェクトそして皆さんが関わらせることになる人々に対して責任を持たなければいけないということなんですリーダーになりましたら無形モードとしてこの ハードウェアを買う例えばクラウドだとかあるいは物理的にこのハードウェアを購入することができます一時的な形でハードウェアを買うことができるかもしれないハードウェアソフトウェアをプロモーションしてるときもあ,るかありますからそしてクライアントがこのでトークに行ってバッ、えー パブリック,エクチェンジでおきましてトークンでで交換すすることもできますでまたそしてマシンを入手していってマシンが使われ始めましてきたらこれが例えば数学的なアルゴリズムですとかルールをベースにして簡単にこれを理解できないかもしれませんけどもそういったことをベースにしましてもこういったリボードに近づいてくるわけなんですリードはとてもも魅力的なものであります。 これは自動自立的なものであって、リポジットをしたりですとか、することも可能です。そして、エクゼクティブプロ、最初の90日間でエクゼクティブプロに到達してまいりましたがこの最初のファーストスタートをボーナスに関連してきます。つまり最初の90日間において、ここで到達してきましたら、 毎日のリワード。世界中のマシーンに関わってきます。デイリーのリボードであるんです。皆さんの組織に、ね、所属をしない人であっても構わないんです。実際に、こ真の意味ではプールになってまいります。まあ、この言葉はあまり好きじゃないんですけども、皆さんはすべてのコミュニティ、世界中のコミュニティをベースにして収益を得ることができます。新入ア,アンバサダープールになってまいりますと、 これはデポジット、マシーンへのよデポジットをベースとして払われていきます。そして、マシーンがボーナスを目指していってくれるわけです。チームアンバサダーにプールについても同様であります。シニアアンバサダーのプールをベースにしています。そして、ジェネラルアンバサダーのプールもあります。こういうのを3つ合わせることによって、ボーナスを受け取ることができます。最大 70万、L、このマイクォーターごとにやる,やることはできる、ね、えー、このビジョンです。そして、リーダーをフォローするということ。えー、そうすることによって、これから、数ヶ月もしくは何年間で、私たちは、私たちは、成長することが可能になりますえー、つまり 四半期ごとに、もしくはプールごとに、私たちは常に成長するということです。これが本当に初めて私にとっては明らかに理解したことなのです。これは本当にパワフルなことがコミュニティに残っているということなんです。では次です。これは3秒間。 えー、このリトリートを考えていただきたいのです。皆様は、えー、プロモーションをし、会社に参加し、えー、将来をプランすることになります。えー、そして正しいやり方で皆様は勝っていく機会を持ち、えー、そして素晴らしいリトリート、褒美をもらわなければなりません。えー、これは素晴らしいホテル、えー、そして素晴らしい場所。 肉というこのようなリトリートつまり褒美をもらうということなんですこの褒美というのは皆様に対するものというだけではありませんこれは他の方々にこれは達成することが可能だということを見せるためのものですですから皆様のコミュニティの中で責任として実際に行っていただきたいと思っていますそして見せてほしいのです一緒に トッププレイヤーがこの産業で本当に素晴らしいことができるということ、えー、ですからすべての情報ニュースアップデートを常に持っていただいて、えー、素晴らしい経験をしていただきたいと思っています、えー、私たちはこちらの方に来て必ず えこ,のこういったことが起こり得るんだということを信じなければいけないんです。本当に素晴らしい、通常ではないようなことをやるということです。素晴らしい褒美を、えー、この結果せ、成功の結果として受けるということになります。この褒美によって、 私たちは成功というものがどういったものであるかということを他の方々に見せるという、反映するということなのです。ですから、コミュニティの中には、これをヒットできなかった方もいると思います。そういう人たちにどういうものでしたというふうに聞かれたときに、私はここに行ったんだということを話さなければならないんです。ですから、次はあなたは一緒にここに行きましょうというふうにして言えなければいけないです。 次の褒美にこういった素晴らしいところに行けるかどうかというのは、この組織でどれだけ素晴らしい褒美を次に受けることができるかということに関わっているわけです。では次に行きたいと思います。素晴らしいですね。で、このほか説明がありましたけれども、 またもう一度私の方からもこの産業でのマジックがどういったものなのかということを話していきたいと思います。もちろんやらなければいけないことをやる、お互いに助け合う、そして学んでいく、そしてステップバイステップでやっていく、そして現実化していくということです。ですから皆様がこの現在の状況からファイナンシャル的に自由な立場になっていくということなんです。このコンペンセーションプラン。 最初のプレゼンテーションの話でもあったと思いますが、この産業では今までにないような素晴らしいコンペンセーションプランが用意されています。これまで経験してなかったことです。皆様にこれをぜひやっていただきたいというふうに思います。本当に素晴らしいニュースであります。 えー、この情報のレベルというのは、えー、人によっては私はこれを理解したいこれを理解したいみたいな形で話があると思います、えー、まずやる前に全部のコンペンセーション理解を理解したいそしてリーダーメンター、えー、この組織、えーまあ、スペイン人の人が 非常にいいプロファイルでいいリーダーだと、この業界で,で、長年もやっているだっていうこと。で,でも、それを誰かの分析とか、誰かでやったかっていうだけお話を聞かなければだけなんです。もちろんそういった分析とか、そういったものはすべてコミュニティのためにありますけれども、実際にご自身が始めないといけません。 ですから、すべて、この書類とかが揃い、揃います。すべてが書類が揃って書かれております。必要なものは。素晴らしいですね。それでは、こういったものをすべて考えたときに、自分たちの未来を見ていくということになります。 ですから、グローバルな形で私たちは、まずマッシブなキックオフをしていきます。これはメガプロモーションとしてあるわけですね。これをちゃんと理解してくださっている方、そして、いつが今やり始めるべき時期なのかということを分かっていただけなければいけません。人生の中で今やるということがベストなわけです。これはキーとなることです。 理解をしていただけると思いますけれども、人生の中で成功をしようと思いましたら、正しい時に正しいことをしなければいけません。この時期を見失わないでやることによって成功へ導いていけるわけです。このプロモーションですけれども、すでに見たことがあると思います。ニコラの方でのコアントワイズの話があったと思いますけれども、本日、つまり2月15日2024年なわけですけれども、 えこれ、最初の1000人の方々、これはキックオフのプロモーションがあるということで、えこれ5,997ユーロというのがエキスパートというふうに書いてありますけれども、これが1,497ユーロで可能になるわけです。えつまり、ライフタイムバージョンを,を 得ることが現在プロモーションでここの額でで可能とということになるわけですそれですから、クリアに考えてください。最初の1万人になるのか、最初の1000人になるのか、これがいいな、これが素晴らしいというふうにして思ったら、それをすぐにコードにさ移さなければなりません。 時間というのは本当にすぐに過ぎてしまいます。これはメガプロモーションになります。これまでなかったものです。何千ものの人がもうすでに待っているということは私は分かっています。この K モールのオープニングなんですけども、フリーライセンスがこの入ってきています。 最初の1万人のユーザーの方々にですね、ドバイで、この CO5 ロケッツ、そしてミンティングリワード。これは単なるフリーなインセンティブというわけではありません。ミンティングリワードとして、実際にトークンを、この マーケットで買う、買収し買,買,買っていくことができるわけです、えー。もちろん追加してそれ以上のものがあります。でこれは90日間、うん、コール・トゥ・アクションというものです。えー、これ、今まで、ま、に私は見たことあるんですけども、この90日間というのは、えー、この90日間まで ファンデーションを90日間の間に作るというものです。これが90日間で可能です。これは非常にフォーカスすることが必要です。本当に自分があれこれで考えるのではなくフォーカスしなければならないわけです。そして、もっともベストなものとして行うとマジックが起こります。考えてみていただきたいんですけれども、 えー、以前のことを考えていただきたいんですよね。多くの人たちが良かれと思って、えー、やっていたと思います。でも本当のベストをやるということであれば、えー、今まで夢にも見なかったことが本当に可能になります。いいというものではありません。 本当のベストのベストが行うことができるわけです。ディエゴな、何かありましたか思い出したんですけども、あるセンテンスがありました。私にとってはこれは大きな違いになるんですね。人生の中でです。これは重要なことであり、この絶対に90日間フォーカスしなければいけないということなんですね。 90日間、今からフォーカスするアクションを起こすということです。えーえー、このコントワイズがどういうものかとか、そういうふうな理解をすることではなく、そういったことは簡単ですから、自分自身がコンフォートゾーン、快適なところから出ていくる必要があります。そして変化をしていかなければいけないわけです。頭の中で、えー、クリックを起こさなければいけないんですね。このセンテンスというのは、 私を説明しています。このトップとなるメンターですね。どのような現実として、実際に人々が、えー、このメンター、リーダーに、えー、フォローしていくんでしょうか。みんな言うと思います。彼は本当に安定していって、 言い訳もしないし、一生懸命努力して働く人ですと、本当に素晴らしいことを言うと思います。でも最終的には、5分、6分間で素晴らしい言葉を言ってくれるかもしれませんが、本当にステージに上がった時には、この人、この人のパーソナリティ、プロファイルが、 いい説明をし、安定して、安心し,っていうふうにして、いいことを言うことができます。この人はトップリーダーだというふうにして、褒めることができると思います。でも、成功したかったら、あなた自身が、その、やらなければいけないんですね。自分自身が言い訳ばっかりしていたら、 誰がついてくるんでしょうか。この最初の90日というのが本当に重要になります。詳細ではなくて、より良いトレーニング、そしてプラクティスが必要です。そして本日から始めるんです。本日から始め、この90日間であなたの人生を完全に変えるわけです。 えすいません。ちょっと、ワナさん話していたのに邪魔してしまいますね。いや、そんなことないです。このコミュニティを作っていくことによって成功することができます。えつまり、これは、このアクティビティに全て関係しています。どのようにして人々をサポートしていくのか、成長させていくのかということですね。非常にシンプルなことなんですけれども、えそれでは、ディゴの方から説明がありましたけれども、 これはコンペンセーションプラン以外に非常に強い収入源というものがあります。これは複雑なものではありません。やっていけばそれが起こってくるというものになります。最もやりやすいやり方、簡単な方法ということになります。これを言えるのは非常にハッピーなことで嬉しく思うんですけれども、何か大きなことをするということ、大きなインセンティブですね。 えーこれは GoExecutivePro を90日間でということですね。えー、これはスタートレベルから始めます。しかし90日間で ExecutivePro のところに行こうと思いましたら、今まで見たことがないような形で集中することが必要になります。それに加えてきまして、また追加的にこのリボードが得られるわけなんです。 まず、キックスタートができるというわけなんですよ、この70、90日間において。そしてそこで成功していくエクセクティブプロに90日間になっていくということです。で、これはもう、そこでもう皆さん巻き込んでもらいたい、このチャンスを逃すなと。で、このモデル、これは本当に素晴らしいモデルだと思っております。非常にシンプルな戦略だと思います。この成功を収めている人間がいれば そしてその人間がやってることをコピーしていくもちろん皆さん性格ですとかあると思いますから100%同じことはできないかもしれませんけれどもその戦略を戦略は同じだと思うんですねやってることを真似ていく非常に同じそうすると同じようなレベルの成功に至ると思いますこういった人々をエグゼクティブプロをこの90日間でやってる人々これドバイにおいてこれ招待していきたいと思いますけれども 本当に素晴らしいトレーニングを提供していきたいと思います。この非常に高いレベルの成功に至るようにしていきたいと思います。そしてこういった人々に対してこの機会を提供するというのは本当に夢のようなものでありま合うと思いますし、また非常に素晴らしいプレゼントになると思っています。皆さんが例えばどういった形で行動すべきなのか。 また何かを実現するために動かすために何が必要なのかということを考えるとき、これはビジネスレベルですとかにおけるこの影響ばかりではないと思います。これは個人的なレベルにおける影響をもたらすことを意味してまいります。これね、それぞれにおきまして、すべてが明確になること思います。このクマンドワイズですとか、さまざまなものが出てきた、非常に素晴らしいハードウェア、ソフトウェア、ブロックチェーン。 えっとあのスマートフォンこういった素晴らしいものがあるわけじゃないですかでその中で、まあ、全てがクリアになってきたのでじゃあどうやって始めていけばいいのかでそこでコンセプトを提供していかなければいけないと思いますまずこの自分たちのレガシーの基盤を構築するためにはどうすればいいのかこの90日間でまず最初に明確なあこの決定をしてもらわなければいけませんと言いますのもダイレクトボーダーすぐかわってきますからこの5人ですよね。で そしてプロダクトを使ってもらうそれと同時にこれからビュードアップをしていかなきゃいけないと思いますでこれで、えー、話をする対象の人についてもビュードアップをしてもらいたいわけですねでそこでコアチームを作っていくわけですこのコアチームについてもサポートを提供していって皆さんと同じようなことが達成できるようにしていかなきゃいけないんですです つまりみんなで一緒に成長していく一緒にビューアップをしていくということです。この最初の5人の人々彼らに対してもサポートを提供していって一緒に育っていくということなんです。彼らの方からもまた他者に対してサポートをしていくことになるでしょう。またカウントリーマネージャーもいます。で彼らがあのサービスを提供していくサポートを提供していく。 それによって、このコンペンセーションプランにおきまして、インカムの収入のストリームを流れを作ってくれることになります。そして10%、15%、これは恒久的なものですよ、ダイレクトボーナスが得られるようになってまいります。で、これを,を実現していく有意レベルでこの、あるいはある程度の下のレベルまで、例えばリンクボーナス、ランクボーナスもある、それからインフィニティをアノックすることもできます。 非常に素晴らしい23%でもなります。まず最初に5%まではアンロックしていって、それから全てのプロダクトのセールス、コミュニティにおけるセールスをベースにしていって、次のランクボーナスに到達していくわけなんです。これは非常に素晴らしいものがある。どこまで皆さんが他者に対してケアをしているのか、大事にしてるのかによっ で関わってくるとこなんですね多少しっかりと大事にしていきましたら成功への道のりはより近いものになってまいります私の方からも加えさせてください想像していただきたいんです皆さんどうやって行動してきますか例えばどこまで角度を持って自信を持っていけるのか例えば100%の確信を持って成功失敗することはありえないと思っている 信じているということがあれば例えばマスターバインドとして皆さんのリーダーシップを作っていくデュバーに行けるんだだとかいろんなことが起こっている。 そうするとこのビジネスチケットでこの招待していけるしてもらえるこのチケットで旅行移動していきますとこれはもう全く違う世界になってくると思います皆さんオフィスをはけ来ることもできますこのオフィスと言ってますけどもこのセーラーコミュニティの素晴らしい美しいオフィスで というだけではなくって本当に大きくてとてもパワフルなものなんです本当にいろんなことがここから生まれているんだっていう感覚にそういった気持ちに包まれるようなものになっていると思いますレイヤー系のオフィスにも行っていただきます製品を見て触れて試すこともできますまたこういったことを会社のトップオーナーの方から あトレーニングを受けることができますそうしてくると自信もまた信頼ものレベルも高まってまいりますそしてそういった経験をして国に戻ってきましたらもう自分自身が本当に素晴らしい世の中にかく包まれたような気持ちになれると思うんですね もう自分を止めることはできない負けることはないというレベル気持ちになっていくると思います。信頼とそして自信のレベルをしっかりと高めていくということはとても重要なことであります。というのも皆さんの足を引っ張っていこうというようなものも生まれていくると思うんですね。というのも皆さんが この皆さんのことを許せないのはこの成功だと思うんですよやはり私が最初のイベントに参加したときに私の人生がガラリと変わりましたこのレベルに到達していきたいと思ったんです普通のイベントだったんですよでもそこから始まったんですもう本当にそこから物事が大きくもうクレイジーなレベルまで動いていくことになりました 皆さんの新しい人生をキックスタートしてもらいたい。エグゼキティブプロにこの90日間のうちになってください。簡単です。皆さんがハングリー精神を持って そしてビジョンを強く持ってこれが本当に大きなチャンスなんだ全てを変えることができるチャンスなんだと確信を持ってくれると簡単に到達できます皆さんが本当にどこまで強い気持ちで到達できたいと考えているのかによって変わってくるんですこの90日間においてまず最初に、えー、ファーストクラスのホテルデバイ、デバイで泊まっていただきますそれからトライに、えー トレーニングを素晴らしいトレーニングを受けてもらいます。エコノミークラスですけどもね、それからファーストクラスのホテル泊まっていただきますけども、それからこれから次はその次は、ね、ビジネスクラスで泊ま,泊まってもらいますで。ハイライキングのコンペンセッションプラインではないかもしれませんけども、ビジネスクラスで飛んでいただきます。ビジネスクラスって素晴らしいですよ、やっぱりあのエコノミークラスとは違ってきますからね、本当に違いますから。 でこ,この時間内には到達達ししてくださいままたら達成できますそして、他の人々に対しても、もうこれを実現できるんだということを見せていただきたいんです。一緒にやっていけば、そこに近づいていけるんだと分かってもらい,いも,もらいたいと思います。一緒にやっていけば、達成できるはずなんです。そして、これを30日間以内にやっていただきましたら、またあこのファーストク x スのホテルで、そしてビジネスクラスで飛んでいただく、そしてとても素晴らしい、v、あ VIP の VIP のトリートメントを受けることができます。 で本当に生活が変わる、人生が変わる、次の大きくステップアップできるんだと感じることはできると思います。こちらでは具,具体的なルールがあります。まず、えー、2月の15日でありますが、5月、2024年の5月うまでにエビザキクティブプロになっていただきましたら、6万あー GP になりますね。でそして 50%ルールがありますけれども、そうしますとドバイに来ていただきます。そして特別なトレーニングを受けることができます。それに加えまして、すべての基準を満たしていただきますと、例えばハードウェアを購入していく、そして、すべてのハードウェアの購入に対しまして、100ユーロのフィーになると。でそして N、NFT、えー。 そして6万の CP、そして600のアクティブ NFP、アクティブの NFP、つまり c l i の NFPT のプロジェクト、あるいは NFP のプロジェクトも構いません。そしてエクスチェンジにおきましてトークを購入する、そしてこれをライセンスに紐付ける、マシンと紐付ける、ハードウェアに紐付けていただきますと、ドバイにこの、うん、トレーニングに参加する権利を得られます。またこれもあの ラーニングプロセスをいかに簡単にしていくためのインセンティブもあります。で、これを適切にやった、タイミングに当てまいりたい。本当にとてもシンプルでありますし、簡単でやった、達成することができます。もちろんルールなどもあります。すでに非常に大きなチーム、多く組織を抱えているとします。そして、このエグゼクティブプロのレベルに到達するのは、 例えばこの組織コミュニティにおきまして10万人も到達するとしますねそうす場合は例えば例を示していかなければいけないと思います定義,として定義としましてどう機能するのか例えばアソシエート以下であればそのエグゼクティブプロに対しましてトータルの6万 CP がこの3ヶ月間で到達しなければいけません50%ルールでもありませんそしてアソシエート以上であってでも でもエグゼキティブプロにもなっていないとそういう場合にはトータルで6万 CP を次の3次カ月で手渡してもらいますそしてプレミアプロであってそうしますとこの3カ月間で6万 CP そしてより高いレベルになったとしますね例えばプレミアプロ以上であれば6万 CP を 新しいいディストリビューションンラインでやっていただきますつまりどのようにして新しいラインを構築するのか新しい人々を獲得していくのかあーそしてそれに加えていきまして NFP の組み合わせていきますえつまりトークンがマシーンにロックインされていくということなんですこれいかに簡単に機能するのかということを見せていきたいですねこのハイブリッドのミーティングのプロトコル それから、この非常に素晴らしいトレーニング、マスターマインドトレーニングをドバイで体験していただけます。このチャンスを見逃さないでください。また、最後のスピーカーをここでお招きしていたと思います。彼の方からは、この、まあ、彼の行動ですと彼の姿勢、彼らやってること、彼の経験に根ざしたものになってまいります。 彼がこの参加してくださったことは本当に私も感謝するところであります。と言いますのもこれまで見たことがないようなことを教えてくれる人でもあります。彼はこの業界におきまして長い間仕事をしてくれますしています。そういった長い経験を持っておりまして大きな成功を収めてまいりました。彼はこの業界 国会におけましてトップにもあの至った人々人,人物であります。で彼の方でありますけども彼はデクスター・イーガーからあの今日あのトレーニングを受けてまいりましたその中から、まあ、非常に大きな力というのもできたおさ教えてもらってまいりました。戦略もも教えてもらいました彼はビジョナル ゼラコミュニティのチーフビジナリーオフィサーでいらっしゃいます。では、高科豪華ブース、ブースさんです。ようこそ。ありがとうございます、皆さん、こんにちは。とてもエキサイティングに感じております。これまでか,かなりの努力を行って、えー、かなりの努力を払ってまいりました。本当に何ヶ月もあたりまして、努力をしてきた。 で、ここまで到達してきたわけなんです。今日こそ、歴史の、えー、歴史のページにえー、1枚歴史のページに、えー、この記述をする日であると考えております。ディエゴさん、皆さんありがとうございます。みかんさん、皆さんにお礼を申し上げたいと思います。 毎日私も学んでおりますけれども人生におきまして最も重要なことは謙虚であれそして学び続けようということだと思いますまた私たちの背景には何百人,何百人という人々がいます何百人という人々がいるんですよ何百人という人々が私たちと一緒にこのプロジェクトにおきまして取り組みを行ってまいりました努力をしてまいりました今日は ーケーまあ、とのローンチもありましたし、そしてクワントワイズについてもお話をしてまいりました。こういったものを一緒にローンチしてまいりました。今日はまはあ、大きな機会があると思います。まあ、15、あ明日16日、まあも明日ですよね、そこで人生は変わってくると思います。よろしく、はい一つ。 ありますこれは歴史というものは人々が計画た通りにつできるものではありません。アクションを起こしたように歴史というものはできるわけです。えー、ですから私たちは皆様を手伝っていきます。えー、私たちがいるのはあす人生を変えるためにいるわけです。えー、本当に素晴らしいイベント。 エストニアボス、ボスニア、セルビア、ブルガリ、ドイツ、オランダ、ノルウェー、皆様が、クロアチアも皆様が参加して素晴らしかったんですね。素晴らしいイベントがありました。私たちはこの夢の中を、えー、で働いています。そしてその夢を現実化にしようというふうにしてしているわけなんですね。 えー、そしてあなたがまず最初にこう自分自身がまだ分かっていなくても自分自身に言っ,ていた言っていただきたいんです。今日は自分の自身の人生を変える第一日目なのだと自分自身に言っていただきたいんです、えー。私たちはこのコミュニティの中で一緒に私たちの意味を 現実化してていきたいと思っていますこのコミュニティで私たちは変えていこうと思っています。自分自身を教育し、教養し、将来のために啓蒙していきたいと思っています。未来はここにあります。そして新しい人生を歩んでいくのです。新しいチャレンジがあります。そして、 皆様はリーダーをフォローし、リーダーが何をしているのかということを聞いていただきたいと思います。そして信頼をしていくということです。この信念というものが非常に成功していくための重要なものです。そして物事をシンプルにしなければなりません。物事をシンプルにして、何百万人の人たちが、そしてそういったシンプルにしたことに対して皆様がフォローしていくわけです。 えー、この35年間、私はこの業界にいます。多くの人たちが一緒になって、これを上司、ーチしたのです。本当に私たちは恵まれていると思います、えー。先週、私たちは何千人という人たちが一緒に集まりました。えー、ジーラはすで、えー、に夢を 伝えている、そして夢が人生を変えていくものなのです。この1年、2年、3年と素晴らしいものだと思います。皆様はこのコミュニティの一部にそのためにあるわけです。そして私たちはそのためにお手伝いをします。誰かが手伝わなければいけないわけです。この自分自身で、このスポンサーで、 CLFI が必要であると。CLFI が必要であると書いてください。どのようにしてやっていくのか。まず、今から将来を作っていくわけです。スポンサーに、リーダーに CLFI を,を作っていくと。そして、それを聞いて実現してやっていきたいと思います。 そしてシンプルなやり方でやってください。デイゴが言ってたと思います。デイゴは本当に最も尊敬すべきリーダーの一人です。そして彼が重要なことを言っていました。で、ドバイでやること。これは人々の生活を変えるものだと言っていました。皆さんの人生を変えるんです。でそして、クオリファイーされるのは本当に簡単なことです。この6万ポイントが必要になるだけです。ですから、 どののようにににすす。るのか、必要なっていいいたただきたいと思います私の父が言ってたんですけれどもこのインストラクションを従っていたら間違えることはないということですですから皆様が自分自身のビジネスを伸ばすということに私たちはサポートします。 そしてそれにはテイクアクションです。アクションを起こさなければいけません。本日、皆様がまさに待っていた日なのです。では、前へ進んでいきましょう。チームと一緒に前へ進んでいってください。はい。ドバイの10時になりましたら、また一緒に話をしていきたいと思います。そしてみんなに電話してください。それぞれの国で。 えドバイでは10時。私の国ではあ昼の4時です。でも電話することにより、行動を起こすのによって人生を変えるのです。あすみません。えー、と私の国は朝の4時ですね、えー。ドバイが夜の10時だと私の国では朝の4時なわけです。えー、でも人々に話をしていきたいと思っています。この話を聞かなければいけない人たちがたくさんいます。 えー、これは、えー、興味ないというふうな言うことを言われる方もいるかもしれません。でもそんなことはないです。皆さん本当は興味を持っているわけです。これからの1年間、2年間、あアクションを今取らなければ、えー、大きな違いが出てきます。 最もエキサイティングなことは、ご自身が実際にそれを現実のものとするということです。ですから、この瞬間、ここに皆様とコミュニティを主張にしていることを、本当に私は嬉しく思います。私は世界を変えるのです。それについては本当に自信を持っております。そして、ぜひアクションを今起こしていきましょう。そして、現実にしていきましょう。人生を変えるものです。 参加し,たし参加していただいて本当に本日はありがとうございます。1時間50分ですね、一緒にいただきました。このお話にありがとうございます。ドバイの10時,10時になりましたら、みんなも招待して話をしていただきたいと思います。ありがとうございます。皆様と一緒に話ができて非常に嬉しく思います。この会社として今成長しております。本当に素晴らしいことです。 ありがたく思います。本当にエキサイティックなことです。皆様、まもなく本当に素晴らしい、えー、世界中でイベントを見ることになると思います、えー。そして私たちもそのイベントに参加していきます。では皆様、成功していくことを楽しみにしています。 ありがとうございます。それでは、クリアになっていると思います。どのようにして物事が設定されてきたということ、そしてどのような経験を持ってきたかということです。そしてみんなで一緒に現実化していきます。私たちはこれを本当のものとして現実化していくのです。いいですね。そして、このトレーニングに参加したいという方、 えー、これに参加されてきた方、これから、えー、これ参加される方、えー、また出し方を招待する方、皆様を、えー、関係いたします。それでは次のズームの会議は、えー、ドバイ時間で10時になります、えー。どんどんいろんな方々を参加すると、参加させてこう招待をしていただけたらと思います。えー 本当に人生でも大きなチャンスとなります。次の Zoom コールですが2月28日2024年になります。ステップバイステップでやっていきましょう。そして準備して、準備して、準備していきましょう。本当にエキサイティングなことであります。 えー、徐々にステップアステップでやっていきましょう。これまで見たことがないことでやったことがないことが可能になってきます。えーえー、ゼラですけども、さまざまなところでこのような情報が出ておるので、ぜ、え、ひ、ー、見ていただけたらというふうにして思います、えー。そして素晴らしい参加者の皆様、ありがとうございます。えー、今夜、ドバイ時間で10時にまたお会いしたいと思います。 えー、そして皆様ぜひぜひ他の方々を招待していただけたらと思います。えー、そして、ゼラでどのようにして彼ら自身もまた人生を変えるかということが話せたらと思います。えー、それでは、ズームでまた後でお会いしましょう。ありがとうございます。What we are witnessing in this day is a paradigm shift. To offer the best, you need to put the best together. A unique place where you can find passion and competence. Take dozens of communities of professionals and put together with best in class products and services blockchain, tokenization, real estate, sport, aviation, AI. E-learning, hardware, and more. Mold everything together, and you will get a new adity where opportunity and growth draw a single line, directly pointing to the future. Thousands and thousands of people already made the bold move. They join Zira. What are you waiting for?